ちぎたゆうすけのジャズの端くれようこそ、ジャズベーシストのちぎたゆうすけですピアニストのやとわさみです第10回よろしくお願いしますはい、お願いします早いですね、もう第10回すごいペース的なすごいペース、驚異的なペースだと思うんですけれども <laughs> 皆様いつもご視聴ありがとうございます、はい、ありがとうございますえー、ついにね、やってきましたよはいソロベースあどうでしたか いや、もうね、シンプルに、やりきりましたね。ああ、ちょっと、その、ね、お話を今日、は聞きたいな、ということで。そうですね。うんうん、まず、僕が、えー、っと、まあ、全部、あの、チラシの広告とかも。うん、宣伝、動画とかも含め、全部、自分で、プロデュースも兼ねてるんですけれども。うんうん、そこに、14時、会場って書いてしまって、開演のところ。あ、そうなん。そう。まず、タイム、<laughs> タイムトラブルが、ちょっと、ちっちゃいタイムトラブルがあって。 遅れてきはったってこと遅れてきはったしてもい<あ>いやいはってすいませんでしたほんまに間違えて時間時間というか表記を、うん、そうあのあれ使ってるんですよ僕正直チャット GPT の力借りてるんですよあそこにそれを間違えてたの、まあ、あらかじめ自分の文章を載して、うん、でそれをチャット GPT に「これでええの?」って聞くね <laughs> まあかっこよくしてみたいなそしたらチャット GPT バーって書いてくれんだけどうん、うん、まああれ 本英語やかに多分英語から日本語に翻訳するときに多分会場と会演みたいなのがちょっと変になっちゃったんやと思うね。なるほどそうそうそうそれでちょっとすいませんでした。けども皆さん優しいお客様に囲まれて「ええでええで」と待っときますよと。でねまあ内容はもうほんま自分のオリジナル曲とかスタンダードとか。 おほん,まね、なんやろうね自分が思ってもないようなこうことを弾いたりしたのやっぱりあ自分が、うんうん、う自分何て言うのそうそう初めての自分に、うん、追い込んだらこんなふうになんねやと思いながらもうずっとこう、まあ、僕演奏すると結構ソロベースの時とか特にこう目をつむって、うん、あの音に集中しようと思って、うん、そういうタイプなんですけれども、うん、あのいろんな 世界に行くやなと自分でも思いましたね。なるほどね。どうでしたか、その世界は。まあ、な、やっぱりとにかくすごいエネルギーがいるね。ああ。すごい、もう、ほん個人的には、あの。一時間と。うん。五十分ぐらい。あの、一回目、二回目。やった感覚やって。けど、お客さんの、なんか、あの、フェイスブックでポスト書いてくれた方がいて、感想文をね。その方が。 40分と30分とか言ってて自分 <laughs> あ全然そ,そんだけしかやってへんねんやと思ってああそうめっちゃやりきって、うん、でファーストセット終わって、うん、あこれもう一回やるかと思ってものすごいあのも,うもうガソリンないやんみたいな状態になんで <laughs> ガス欠これはやばいと思って、うん、自動販売機行ったんですよちょっとなんかあの糖分入れようと思ってはいろ、はいろあったけどやっぱでかびたしかったもんな。 なかなか最近飲まへんけどなんかなか、ね、で瓶のデカビタみたいなと思ってデカいやつそうデカビタの、うん、その押すボタンのとこ瓶やった、うんやピッと押したら缶が出てくよってん、ね、そんなことあんの <laughs> そう思わないお客さんにも言われた缶のデカビタ初めて見ました <laughs> あそうですね僕ねこの瓶で出てきたらあのチャリのカゴに入れたいなと思ったんですけど <laughs> 誰かの大阪みたいに悪っ <laughs> 大阪のチャリのカゴには絶対デカビタ入ってるから <laughs> ミルクボ見てたけど確かに履いてるな履いてるやろそうそうそれやりたかったんけどやからもうやめといたわ普通にあかんからな東京そんなしないからそうでまあファーストもセカンドもほんまとにかく無心で全力で自分を表現しました自分っていうかまあそうそうその瞬間をそうそれはやりきったのっていう目標はできたうんうんういいれるうんいい切れますねうん 自分がこういうふうに弾きたいって思う形ではもちろんあなんかこう力入ってるからとかもういろいろあっていびつになってるよ出てくる音はねけどやっぱこう自分のまずエネルギーとかそういう一番大事にしてることはまあ出し切ったかなと思いますねでもうお客様もほんまにマニアックやんあの編成がそのベースでね編成も何もない俺やん俺のベースやん そんな,なんかなんていうのなん曲芸的なことも別にできひんしさとにかくもう熱意を持ってエネルギーを伝えたと、うん、やっぱお客さんが受け止めてくれましたねそれを<う>おそらく。 空気が流れてたんじゃないかなと思います本当にありがとうございました良かったですね本当にありがとうございます受け止めていただいてでこれはあのあれなんですよあの映像も撮ったんであそうだったねそうそうビデオに近日なると思うでま数週間一ヶ月ぐらい以内にはまたあの YouTube でね流そうと思いますんでまあ各種 S ネ SNS でもあの ご期待していただ自分もどんなんか見てへんからどんな音かもまだ怖くて確認もできてないし確認しようともまだ思える段階じゃないからとりあえず終わったというものすごい歪でこれ世界に世に放つどうしようと思うぐらいだったらどうしようと思うけどもういいそう。けどまあ熱量はもう紛れもなくもう出し尽くしたからしょうがないこれが僕です。 っていうのが近日公開するんで、広告期待とかね。広告期待っていうかまあ良かったら見ていただきたいなっていう感覚です。うん、はい、自分のソロベースのすべてを、はいはい、詰まっていると思います。はい。ほんでね最近こういう感じで、うん、あのうん、うん、ソロベースとかいろんな自分企画の、まあ、野党さんの企画もそうやけどさ、うん、なんかいろいろあるよね。うん、なんかこう大阪に帰るって決めてからさ、ポンポンポンって売ってきたんやん、ね。うんうん。ま千、あ、恵さんのあの 知恵さんプラス千木田すけトリオの西村千恵さんねはい、はい、ボーカルの,、はい、あのジャズライブとかその辺その,辺その辺りからでポン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 こう自分を脇役気質の活動からこう自分を表現するっていうことにフォーカスしたここ半年やと思うねんけどすごいねなんか自分はこうなんていうのろなこの自分の表現の仕方 自分をどんどん見つめたって感じで、うん、見つめ合って自分をこう対話した自分とそう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 、うん、でなんかこうやっぱ俺はこうっていうのを、うん、なんか最近なんかあのこの間のさヤトさんのピットインのライブぐらいからなんかこう、はい、見つけれたっていうか<ー>見つけたっていうかまあ前から見つけててんけどそれをこう、うん これをもう出し切ったらいいんやっていうことをなんか確信に変わってきたっていうかもうこれしかないんや自分にはみたいなどうあがいてもそうね今回の人生はみたいなもう急にテクニックも使えへんやろけどエネルギーは多分あるとここで勝負しようとそういうふうに腹くくってまああのソロライブもそうやしヤトさんのライブもやったんですよもう出し切るもうビビらんと自分を 自分はこうですっていうのを世の中に言い切るっていうの、はいはい、でそのピットインってあの配信してるんでうん、うん、それをデータをちょっといただいたんですよ。うん、これでそのデータをちょ,っとちょっとだけ切り抜かしてもらってね、うん、SNS とかに自分たちの宣伝ピットインの宣伝もいろいろ含め切り抜き動画をねちょっと出させてもらったんですよ。うんうん そしたらね、それの反響が思いのほかありましてなんか例えばベーシストの川村隆さんあれで YouTuber でいうと「ミートたけしさん」っていう名前でパズってますよね「なぜジャズが流行らないか」とかいろいろねやってめちゃおもろいんで是非もし見たことない方はチェックしていただきたいんですけども。 めちゃめちゃおもろい喋り口でね。確かにそうやなっていうことをいろいろね。うん、喋ってて、そうそうそう。あの、その方に、まあ、これまた劇なんですけど、そうそう、あの、くまさんっていうね、僕の先輩の、うん、あの、仲良くさせてもらってる熊谷康正さんっていうピアニストの方とちょっとメールしてたんですけど、うんうん、その時に、そういえば、あの、川村隆くんが。 のベースが急にうまなってるみたいな感じで言ってたですでりゅうくんはあまり人のこと褒めへんからびっくりしたわみたいなあその発言にねそうそうレアやからそうそのジャズベーシストのことをめったに褒めへんっていうかだから珍しいから一応言っとくなみたいなメールをそうなんや嬉しい嬉しいやんで同業者に褒めれたらそうなんか嬉しいやんしかもりゅうくん僕のちょっと上の先輩やからうんそれも 嬉しいしい、うん、そうもともとなんかちょっと憧れの人っていうかく、うん、君うん、うん、僕がそれこそあの雑音時代ね、うん、あのもうその時代にあの無調時代の時にく、うん、君は当時からペースがもうめっちゃ上手で、うん、そうそうあのそれこそ芦屋とこやったらどっかで大阪神戸かどっかでソロライブをしてはって、うん、この間俺みたいにへえ<ー>であの僕がお世話になってるその さんっていうねコントラバス工房門本って京都にあるんですけどその方に川村隆君っていう人がおるから一っ見に行ってみみたいな感じで言われて見に行ったんですよ。でその時もすごいいいなと思っていい音もいいめちゃいい音でバーン弾いててかっこええな思ってこんなふうに弾きたいなと思ってそうそうその人からこう。 言っていいたただそうはね20年ぐらいかかったけど20年はかかってないから15年十何年かかった15年近くかかるけどそう今なったんやみたいな。とかねそうあとはんかこういつもサイド面として脇役で行ってたお店の方から「今度よかったら出演僕のリーダーで」 あのよく知ってるんでまあ言ってもいいと思うんですけど藤枝の静岡のねボディーソウルっていうお店があって東京のボディーソウルの多分公式姉妹店なああ。なのれん分けをしたっていうそうそうめちゃめちゃええ感じの藤枝にあるお店でまあ野党さんのね取りートも行きたいあいろんなバンドでね出演させてもらってるんですけどそう。 DM とかもやりとりしてなかったけどいきなり来て何を見たとかもないですけどあの僕のその切り抜き動画に「いいね」はあったんですよ「ブジボディソウルさんいいね」しましたそれも珍しいねんけどそう、出演してくださいよかったあのぜひそのなんていうのツアーとかのちょうどね通り道とかに結構あるんですよ静岡県通るじゃないですか通るそう、その中にぜひ組み込んでくださいって言ってくれてそうそう でそうなんていうけどそれ自分のなんなんでこんなその急に言われたのと思ってもちろん嬉しいんですけど正直上手くなった実感とか全然ないんですよ。うんうんテクニックが上がったじゃない全くないんだけど何が変わったかってやっぱ覚悟なんですよね。うんその僕はこうって言って自分を百パーセント表現しききる自分を出し切る能力はやっぱ 結構その覚悟をしてからそういうふうになったとそうそう,そう人の評価がそう変わってきたなっていう感じがあるんで覚悟ですかうんうんそうそう、うん、で昔ねあのえっ、ー、と関西にかん、はい、いた時にあの武田辰彦さんっていうね、はい、ドラマーの方から、はい、えっとねそんあの 僕はほんま駆け出しの時、うん、だあの無調からちょっと成長したぐらいの時なや、ね、んですけどその時にあのライブハウスにあの一緒にね、うん、歌番で、うん、ボーカリストのバンドで出演した時に、うん、なんか「あの君の,あの今の実力をはまだ全然分からへんで」って言われたことがあるんですよ。その分からへんっていうのはどういうこと なんていうその今の能力を多分100%出し切ってないんちゃうっていう言い方やったと思うんすそ,その言い方そうそうだからそう自分の可能性をもっと見つけていきやみたいなアドバイスをいただいたことがあってこれももう20年後やな <laughs>、うん、多分あのそういうことなんちゃうかなと思う、うん、その100%今のある力を出し切る能力を見つけろよと。 なるほどね多分そういうことをおっしゃってたんちゃうかなと思うねんけどそう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 なんかそれがようやくこうめっちゃ時間がもう不器用やから不器用ですからやから高倉健やてからちゃうかどうやろうどうするの菅原文太か分からへんけど文太の方か剣の方か分からへんけどまあほんまそんな感じで不器用やから時間はかかったけどようやくようやくね けど、だから、仏教に回ってきたから、こうやって説明はできないけどな、逆に。そうやな、それは。どういうふうな経緯でこう、やっと分かった。時間がかかります。やっぱジャズはね、時間かかるわ。ジャズっていうか、全部のことやと思うけどな。何でも、なんか一生懸命なことって。そうやね、そんなすぐには習得できる。そうそう。 なんか最近はいろいろ変わってきたんですねじゃあその中にそうですねまあ自分が変わってきたからその周りの評価とかあれも変わってきたというか覚悟が決まったらやっぱりそこを人は見てんねんなと思う別に上手いけどその本質がやっとなんかこうやっとだから音楽ができるようになってきたんじゃないかなと思うやっとやっとえだ 20年がかって、もう、なんていうの形をさ、上手に整えようとかさ、ずっとそんなことばっか考えててんなと思って、もっとシンプルに、自分の根性とか、そのハートの厚さとか、そういうのをシンプルに、おらって出したら、もうそれでよかったなと思って、それで人に伝わんねやと思って、自分はね、いろんなタイプがおるから、そうそうそう、引き切ろうと思って、自分を出し切ろう、そうそう、もうなんか岡本太郎とかの本も書いてるやん、そういうこと。 うん、読んでへんか。わからんけど。<laughs> 俺は、岡、ねうん、本太郎好きやから、うん、そうそう、そういうことをやっぱね、うん、やりきれと、とにかく、うん、そうそう。そういう感じでね、なるほど覚悟を持てました。もうここでも宣言します。<ー>覚悟は決まりましたよ、僕は。うん、うん。どのいうふうな音楽家っていうかね、どういうふうな、ん、まあ音楽をやるか、音楽家になるか、うん、うん。やっとわかった。 目の前のここにあるハートを純粋に出せばいいっていうだけシンプルねある意味それプラスやっぱね日々鍛錬鍛錬とか練習ももちろん当たり前かこういうさこういう表現をしたいとかっていう時にやっぱそこでテクニックが必要になってくるからそのための練習ということになるねそう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 っうそ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 ううそうそうそう まだこれもあのババさんですよ。よく出てくる。僕の人生のターニングポイントで出てくるババさんね、ギターのババ高吉さんとんでもなくかっこいいギタリさんですけど、その方に昔あの僕があの無条の初期に教えてもらったことがあって、あのまちぎたくんと、まそんなそんなふうには言われてないけど、まああの毎日。 音楽は練習したら、うん、コツコツ練習したらそのコツコツに比例して、うん、音楽はう,うまくなるものではありませんと。うん,うん。あのある日突然なん何かを掴んだタイミングで急にうまくなるとうそうそういうもの。けどそれを掴むためには、うんうん、毎日コツコツやっとかな。やっぱその掴むまでコツコツやらない。なるほどね。うんけど コツコツやっても僕みたいに20年かかってこの感覚をつかめた人もいるしもう若い子で器用な子っていうかさセンスいい子なんかはそのもう10代の時につかむやろうし、うんはい、それは人それぞれだからそれはもう残酷やけど音楽って、うん、そういうセンス、うん、センスっていうか、うん、そうそうそういうとこやでっていうのを言われたんでうんそうそう。 そこはちょっとイメージ、ねあの、これからジャズを頑張る方もなんかね、はいはい、苦しんでる方とか、ね、多分いらっしゃるかもしれないんでうん、うん、そう、お伝えするんですけど、うん、そうコツコツ頑張ったらうまくなるわけではないっていうねこのザンゴフ,ンフ、うん、けど一個何かを掴んだらバーっていく瞬間あるから、うん、ほんまにこれがこうこうこうで繋がってガンとこう、うんうん、それが僕ね今最近来てるなっていう自分の中で久しぶりやけどやりきったらいいんやみたいな、うん、そうそう。 そういうい感じでまけどここですぐ壁に当たるからね。で今まで登ってやっとこの壁登ってうわあこの壁やっと乗り越えれたと思ったらその壁めっちゃちっちゃかったんやみたいな。<laughs> えー、ってなるのう。登りきったあと見たら。全然っあのちっちゃい山やんみたいなうよな。そうね そうね。それの10倍ぐらいある壁にまた当たって、へこむね。うん。それの繰り返しは多分。なるほど。そう。なんか、チャーリー・ヘレンも山登れって言うんやだから、その心の練習でな。はい。そうそうそう。そこでも折れたもん曲げやからな。うん。そう。時間かかってもか登らない。うん。登ったもんが好ですね。そうそう。僕も登ったら20年かけて、この、うん。この山ね。うん。ちっちゃい山やと思うわ、多分。うん。けどまあ、 登り続けようと思いますね。ぜひ。はい。今後も頑張ってください。もうだからもうシンプルになってきたね。どんどんね活動っていうかやること、もう自分を出し切るそれだけです。うん。うん。まなんかそれにねちょっとでも共感していただけるように日々やっていこうかなと思います。今後とも皆様よろしくお願いいたします。 そしたら、ね、まあライブの話はこんな感じにしましてうん、うん、えっと質問がね、えー、来てますのではい八、はいえー、さんはい、えー、じゃあ読んでくださいはい読ませていただきますえっ、ー、と名,名古屋在住の方なんですけどもいつも楽しく拝聴演奏動画を拝見させていただいておりますありがとうございます、えー、学生時代ちょろっとエレキベースを弾いていたのですが 卒業,が卒業後は全く触れることもなく40歳から45歳までキックボクシングをかじり<お>45歳からウッドベースを始めて5年ぐらい経ちます。<お>キックボクシングプラスウッドベースで勝手にちぎたさんに親近感を感じています。<お>ね、<laughs> なんせ下手くそなのでセッションでは心折れ相手にもされませんが。 気にかけてくれるピアニストがいて、その方とデュオライブをすることを夢見て練習しています <laughs>、えー。お二人の演奏動画、すごく音が良いのですが、良ければ使用楽器、アンプ等機材、購入に至った経緯、思い出などが聞きたいなと思った次第です。 いつもポッドキャストの片隅で語っていただけられたらあいつ、いつもじゃないです。ごめんなさい。いつかポッドキャストの片隅で語っていただけたらと思います。名古屋にお越しの際は、ぜひ聞きに行きたいです。よろしくお願いいたします。と、はい、いうことです、ね。ありがとうございます。はい、もう、ね、キックボクシングと、ね、ベースもう一緒やないですか。そう。たぶんね、日本で2例目やと思う、ね。<laughs> <laughs> この組み合わせ。この組み合わせ、た分日本で2人しかおらんのちゃうかなと思うんですけど。も すごいそら親近感湧きます僕も湧いてるからお互いねこっちもうんそうねね是会いたいよね会いたいですねなんでキックボクシングも一緒にちょっと練習してみそっちももちろんもちろん試合とかでやったの面白いそうやんな試合とかで出てはるか追われへんけどいつかねそういうのでも湧いてきたらなと思いますけどでこのねんかほんま似てるやんその誰にも相手されへん俺もそうやもん すいませんそこまで似てるなと思っちゃってんけどはいはいはいいそうそうでこういつか世話になったピアニスト俺も世話になったピアニスト結構おんも野党さん以外にも野党さんと出会う前もほんま誰も相手されへん時に相手してくれた人は関西の加納慎吾くんねまず心の友ですはいあともう一人ねえっと印象的やったんがえっとね最近東京で ニューーヨクから帰ってててき東京で活動し大友ねもともと関西やった加納君と同期の僕らのちょっと下ぐらいのねピアニストなんですけど彼もほんま僕が誰にも相手されなかった時にめっちゃかっこいいで家で一緒に練習しましょうって言って大友君ち行ってめっちゃ教えてくれてもう涙でそうやってた俺ほんまに。 何かそのきっかけはあったのあったあかも覚えてないけどもうとにかくもうんか誰にもそんな相手されてない時に言ってくれてそう家で一緒に練習しようでもその時は大友君も割とスターやってスターって大活躍してたからそうこんな人が言ってくれてそう思ってんかうんその恩が一生忘れへんで「大友よくして」。 いや、ほんまありがとうございます。いや、ほんまあそういうね。そういう感じの方なんかも知らない。あのこの名古屋の方もね。うん。そうそうだからいつかね。こう。僕も大友くんと今東京で一緒に乗ニューヨークから帰ってきて、僕は東京でずっとやってきてそう。久しぶりの再会というかね。ちょいちょい演奏するようになったからなんかその感じも嬉しいね。俺うん、そうそうだから、そういう感じでいつかね。共演してもらえたらなと思いますね。はい。 で機材ですね。機材ね。ありがとうございます。まずね、音を褒めていただいてありがとうございます。この演奏動画っていうのはね、どの。まあいろいろ、うん、そう、自分らのライブもあるし、で家のあの BGM、YouTube あこの方、YouTube の方、あのなんであのでよくあのスーパーサンクスって言ってね、あの投げ銭みたいのをよく入れてくれるんですよ。自分らの BGM のやつも。はいもうありがとうございます。 でそうだからおそらくその方ん、BGM の方とかちゃうかな,なるほどうんこれはねもうほんま話せばもう歴史めっちゃもう餃子の王将ぐらい古くなっちゃうんですけど <laughs> 長い長い長いけど一応そこから話したいんだけど <laughs> あお願いします、うん、この今の機材になったあの経緯をね <laughs>、はい、あのすいませんあの機材最後に言うから通販と一緒で引っ張らせてもらうけど、うん、まずえっ、ー、とね僕らあのニューこの東京 来た2012年そう年に来たんですけれどもその前に2012年にニューヨークに行ってたんですよね3か月ね4月から7月ぐらいまでかそうそうその時に2人で一緒に行ったんですけどパソコンがいるとでパソコンを買いまして MacBookPro ね当時のそうそう買いまして。 でそれを持ってニューヨークにも行って、うん、で帰ってきて東京とか使ってたんですよ。うん、でまあ、けどそんなパソコンも全然使われへんししろももうとしても使いませんほぼフェイスブックしかしませんみたいな、うん、そんな感じやったんやけど、うん、でその東京の家でね、うん、あのパソコン野党さんが使ってたら、うん、お茶こぼしよって <laughs> キーボードにお茶でブーンってなって <laughs> 画面ブーンって。 持った持ったよ。怒りがこみ上げたわ。ブーンってなったとき。もうあのそのお茶のなんだのこびんも覚えてんもん。ちょっとだけこぼしろって。ちょっとだけやったかな。ちょっとだけでブーンってなって。なんかキーボードのな、そこにスーッと入ってた。で、っててな、Mac の Apple Store か。持っていったら、あちゃーって言われたな、これな。 7万円ですねみたいなアップルケアももう切れ取ったからな結構だから奥の方まで入ってきたんかなりの吸水率でアップルのそうほんでなお茶事件なそうほんでもそっからやうんでも決心してなパソコンいらんってなそうだからまあスマホもね持ってたしどっちもね そう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 たいな、i p h そう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 っうそ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 う対応できるしないけるしと思ったけど一応けど、たまにパソコンいる時あるや譜面のなんとかとかダウンロードしてくださいとかねそうそううんで困った時に友達で友達にあの何やろな昔の MacBook か白いやつなのそれいもうバッ テリーがもう膨れ上がった。だってもうなんかあの水風船入ってるんかぐらいの。ほんまに見てる。パ膨れての見えるわかるぐらいのな膨れ上がった。爆発するんちゃうぐらいの膨れ上がった。やつもいただいたありがたい話なんですけど、そうそう。高でネットだったよね。やっぱそれでもやっぱちょっと遅いから。そう。でもついに家のあれも解約解除してたぶんあのバイファイ。うんしたした。ネットな。でそ。 からもうなパソコンなんか触れること十年十年たたそんなことないよ七八年あたってんじゃん五五年ぐらいえパソコンない生活やってためっちゃ長かった長かったかな長いって絶対ま二三年のきゃい,いや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 絶対それはない、まうん、それはない <laughs>、はい、ほんでそうそうでそっからやん、はい、もうパソコンなし生活が始まってね、はい でもパソコンなんかもう全く無知なんですよ。こんなポッドキャストも絶対できへんし。何もかも持ってないし。持ってないもんな。持ってないし、能力もゼロ。パソコンもさ、キーボードも触られへん。どこにあがって、いいがあって、そんなんない。もよ、打ち方も分からへん。みたいな状態で。で、えっとね、コロナになったんですよ。そのまま。で、その時にアートにエールをってね。 あってそれもスマホでもう無理やり後ろの方から撮影してはいはい東京都のねんかそ救済支援みたいな YouTube そうアップしたら支援してくれるっていうのはありましてそうそうその時でもそんなんでけどそなんかそう東京都のあれじゃその支援とかしてくれてる時にを買っああそのそれもだからそのあれやな そう、支援のやつでそう買わせてもらってんけどそうそう。あのそうでなんかみんながオーディオインターフェース買うみたいな<ー>そうその言っててで、うん、オーディオインターフェースって何ですかって聞いてそしたらなんかそういうふうにパソコンに取り込んで録音するもんやと。うんうん、でまあどんなんか分からへんけど、うん、もうとりあえずみんな買ってるし、うん、こうとことうん、うん、っていうので。 個目のやつを買ったんですよ。それも全然悪くないです SSL の何とかってやつでちょっと忘れちゃいましたけどそれをデデのねスタジオデデっていうレコーディングスタジオの吉川さん代表の吉川さんあこれは安いけどお値打ち価格やで入門編としてはぴったりやでみたいな感じでおすすめしてもらってそれを。

方からあので私のなんかその,あのアマチュアのシンガーの方やってんけど自分の歌をの,、うん、あのレコーディングをし,たしてほしいと。でその家,家の託録とかってできるんでしょうかみたいな。て、うんうん できひんのできるって言ったんじゃんできひんっていうかその機材のそんでけどとりあえずやってみようみたいなでそっから勉強しだした気がするうん,うんまあでもあの方のねのそうそうそうその方なんですけどそうそうやり始めたようなそうでそっからそう機材をそう揃え出してん,うんそうであのー、その僕一緒に、あのー、最初な何方かなえー そうそのオーディオインターフェースでチャンネルがサランとかなってきたから、うん、あのミキサーとかも買ったやん<あ>昔ね、うんうん、そうそうそれはあのライブハウスの PM にあるようなミキサーねオーディオインターフェースじゃなくて、うん、そ,うそんなんも買ってマイクもちょちょろちょろと買ってね、うん、ピアノ用に繋ぐとか、うん、そうそうほんでえー、っとその,ああのアザーサイドカルデットの服部正嗣さんね、はいはい ドラマーに家来てもらって撮り方とかね教えてもらってそれを撮ったりして何したいのかなそうこうしてる間にまた違うそれこそ西村知恵さんのね西村知恵さんから千恵さんたちちょっとあのマイナスワンってカラオケみたいなレコーディングしてくれへんみたいなそんな話が来てそう。 で、その時にあこれじゃあもうこの機材じゃもうそんないい淀で取られへんと思って、うん、あの機材を買い直していってんなうん、うん、そうそうそう,うん、うん、でちょっとずつあの機材を買い揃えていって今の機材にうん、うん、でパソコンもアップグレードしようって言って、うん、そう、M1Mac をね、うん、買ったりしてそうそうどんどん揃えていったんですけど、はい、そうそうで今の機材になったと、はい、そうそう。 その機材を一応発表します。はい、どうぞよろしくお願いします。はいはい、えーとね、まず、えー、オーディオインターフェイス。はい。これがえーとユニバーサルオーディオというブランドの、はい、えーとアポロ。はい。エックスフォーっていう四四つマイク挿すところがあるシリーズのやつですね。うん、これで録音してます。うんうん、で、プラグイン的にはまああの基本的にはそのユニバーサルオーディオのプラグイン、うん、アポロに。 ついてるっていうかそのを結構買い漁ったよな。それプラスえっとアイゾトープのうんうんあのマスタリングはオゾンとかあとノイズ処理にえっとアールエックスっていうシリーズのえプラグインを使ってますね。基本的にはめちゃめちゃ詳しあってな骨あそうですよ。そうです。ね。うんもう本物ゼロからやってんけど本なんかもう ススラ言ううううけどそそそほんまに何も知らん状態からやってこう服部さんとかに教えてもらいながらね撮り方とかも知らんかったしそうそうプラグインとかも知らんけどやりだしらやっぱ楽しいからちょっとユニバーサルオーディオはちょっとアナログチックなんですよだから自分一人レコーディングスタジオみたいな感じでちょっとデジタルの機械やけどアナログっぽいからちょっとした微調整とかがアナログ感あってそうそう。 うん、めっちゃ楽しいんですけどそれを使って、うんね、DAW っていうソフト、うん、DAW は、えーとね、そのユニバーサルオーディオに付属してる Luna っていうね、うん、えとそのソフトを使って、うんえー、やってますね、うん、そうそうそ,うでそれはんでかって言ったらそこに付属してる、えー、とサミング詳しすぎるけど <laughs> <laughs> なんかそれがすごい言葉いろんなこと<ー>業界をなんかねそう サミングなんかちょっと音よくなるやつが入ってんねそれ自体しか使われへんそうあとあのテープサミングもあるしサミングばっかりやねんけどそういうのでアナログ感が出るからそういうのを使って僕はルナを使ってんです普通はんかロジックとかそういうのが多いんですけどあのまあ自分らはねアナログ的に撮るからやっぱそのんていうのッなんていうの機械で打ち込みで撮るわけじゃないから。 そう、ジブラに合ってる感じもするし。使ってるということですね。で、マイク、そうそう、それで撮ってます。で、マイクは、えー、っとね、アーカーイのこれなんてやつだな。あ、すいません。あ、すいません。だ暖房の、あれ、警告です。すいません。これ、アーカー,ゲーのなんやったかな。えっ、あ、C414 やな。うんうん、なんか定番のやつです。うん。うん。あの、結構いいやつですね、これも。うん。うん そう、それとえあとあれ DPA のマイクねあの、よく使うやつねはいはいはいそれは DPA は何で使ってるかって言ったらやっぱあの、普通の家なんでレコスタじゃないから車通る音とか上の人の歩く音とかいっぱい入るからそういうのも総合的に考えて DPA を使ってますはい アカゲと、はい。で最近はえっとねエレキピアノも導入しまして、それはヤマハの CP80 だったっけ、CP80 だったかな。なんかそんなやつ。なんで知らない。おかしい。まあまあ、けそそんなやん。ううん。そのヤマハのエレキエレピね。エレピね。うん。それを使ったりしてレコーディングしたりね。はい。してますね。そんな感じの機材で、でまあ。 結構いいお値段してるんですよもう。一個一個ね。うん。でまあそれこそ MacBookPro のパソコンとかも入れたら、うん、もう何何100万200万はいってないか結構突っ込んだよね。うん。うん、もう賭けやと思って、うん、あのどんどん突っ込んだんですよ。うん、でそのオファーをねいただくたびにそのレコーディングであの いただいたお金は全部機材にみたいなぐらいのね、プラグインに使ったりとか、全部突っ込んだけど、全部回収したよね、結局。回収って。<の>うかほど。あの、アップルミュージックのあの、スティーブ・ジョブズ方式やと俺は勝手に思ってるけど、<laughs> そう、その得た賃金でどんどん成長させていこうと思って、そうそうそう、どんどんやってきて、そうそう、今に至るかな。うん。そうそう、そんな感じで今は、その、うん ライブ以外のお仕事としてそうやって伴奏音源カラオケ音源みたいなのを撮ったりとかしてますね。そうですね。またんかこういう何でも撮るやんな何でもっていうかそかゆいところに手が届くっていうかジャズだけじゃなくてピアノ・ポップスなんかうやったりするそれをちょっとんかこうジャジーやりたいんですけどみたいなそういうそういう時にぴったりやな。 お好きなようにカスタマイズしてもらってそうキーとかねキーもこんなちょっと下げてほしいし歌の方とかもそういうのがあるしねテンポもうちょっとこんな感じでとかのちょっとジャズっぽいアレンジでやってくれませんかとかそういうのに対応しますねで野党さんが最初に譜面を作ってそれに基づいて今日もレコーディングしたな ししまたでいろいろ試行錯誤しながらね二人同時に取った方がいいのかとかクリックを基準にさっきベースにとって何かこうねピアノアドスほんまにんかそれで曲によるよねなそうそう曲によるし研究できますよね音楽のほう毎回同じようにはいかないというかこう前こうやったからこっちの方がいいんじゃないかと思ってやったらあんまりよう。ないで構けど クオリティ高いんちゃうかなと思うねん音とかも音質とかまあいろいろ含めねまあよかったらあの,、うん、あのサンプル音源流そうかなってちょっと今一瞬思ったけどや,やめとくわ <laughs> あの理由はないねんけど <laughs> あのすぐにあのこのしゃべってることを。うん アップしたす。またそれ。けどサンプル音源気になる方は DM くれたらお送りするんでこんな感じですっていうのをね料金表と一緒にはいやってます。なるほどね。そうそうですね。ぜひぜひスタンダードとかねやってますんで興味ある方サックスの練習用とかそうそう。あなたのアンプとかはどんな感じなんですかあ最近アンプね。えっとねライブで使ってるやつはえっとねアンプは。 えっとね、アンペグのベースアンプねオールチューブの PF20 っていうオールチューブアンプですね。うん、で前までは、えーっとね、マークベースの,、うん、あのやつをもう10年ぐらい使ってたんですけど、うん、それももう、あのー、去年の野党さんのね、あのー、コンサートの時に。うんあのー PA が入れられないっていう状況になって大阪のね、コンサートの時。そそううでその時にベースアンプがその15インチのキャビネットがあった方がいいっていうのでそういう時にもうそれも突っ込もうとスティーブ・ジョブスが言うてすぐ出てくる。でそのキャビネットがスピーカーねスピーカーがバグエンドっていう。 ややつつのののインチのキーのやつ使ってますねエレベでもこの間はそのダンスとジャズのコラボみたいなイベントで久しぶりにエレキベースとウッドベース両方使うっていう現場があったんですけど、うん、その現場でももうすごいビッグバンド大編成でももう全然もうで,であの PA がそこもなくて、うん、そのままもう自分のベースのスピーカーの音のみ。うん やったんですけど、その会場の音が、はいはい。けど結構キャパはでかいみたいな、はいはい、全然大丈夫でした。あ、うん、ほんまに、うん。もうすごいなと思った。音もまっすぐ飛んでいくし、うん、うん、あのバグエンドはすごくあのよくできた完成度の高いキャビネットだと思います。やっぱ世界的な評価もあるし、これはもうあの永遠に使い多分僕のジャズ人生で はこれで終わるんじゃないかなと思う。うん。それぐらい信頼してます。なるほど。でアンペグは。あの単純に音めっちゃ好き。うん。けど真空管なんで。えっとね。壊れますね。うん。あの、まあ、たまたま運が悪かったかもしれないですけど。その。なんかあの、僕お茶の水なるでよくライブするんで、お茶の水で楽器はいっぱいあるんですよ。で。リハーサル終わって本番までに、ちょっと。なんか。ウィンドショッピングじゃないけど、見てたら、もう。 あの僕真空管の音が好きなんで、うん、その真空管アンプ見たらその新品でもう半額ぐらいでその定価もあったからこれはもう買いやなと思ってうん、うん、買ったけど、まあ、最近買ったんですけど、うん、ここ2ヶ月ぐらいで、うん、なんかね運悪く真空管の初期設定がうまくいってなかったみたいで 2>,、うん、そう2回ぐらい真空管を変えて、うん、そうそうあ,のあったんですけど今はもうあの。 うんうんうんちゃんと対応ちゃんとしてましたけどねさすがアンペグの親会社はヤマハなんかそれですごい親身になって「茶の水何点からの発想ですか?」すぐに取り掛かりますすごいやってくれてもう今はもうばっちりなってるんですけど多少あれやなやっぱアンペグのことやねえから全員が好きかっていうとは分からへん。 けど僕はめっちゃ好きロック時代からやっぱペースアンプはアンペグやろみたいなそそうう感じでで、このポータフレックスっていうオールチューブのシリーズはベーシスジャズ界でもすごい有名でロン・カーターが昔から使ってたとかあれはめちゃくちゃいいアンプやとかそれの今の進化系みたいなそうそう。 ジェームス・ジェマーソンのモータウンのね、ベーシストもそれ使ってたし、そうそう、数々の名演に使われてきた機材の後継機種を今は使ってます。これはね、あの一生使うかどうか分かんないですけど、まあ、けとても気に入ってる機材ですね。あなたの、あ、ごめん、あの、楽器はあれですか。あ、楽器ね。んそもそも。あ、そもそも。あ、そうね、それ言ってたよね、ほんま。そうね僕 ストラーバスはねえっ、ー、とね去年の二月,月ぐらい三月だから一年前うん二月三月に、うん、えっと買い替えまして、はい、そうそうえっ、ー、とね今使ってるのはえっ、ー、とイタリア製の、うん、えー、楽器です、うん、それ以上は分かんないんですけど <laughs> <っ>何年前でしたっけああえっ、ー、とね二百年ぐらい前かなまあそれも ん、推定なかちょっと分からへんけどまああんまりけどそういうのあんまり興味ないんですよ僕正直なんか自分の好きな音が出ればそれで OK たまたまその楽器。うんうんうんこの楽器と出会った経緯女優とこがそうね思い出とかもえっとねほんまにめちゃくちゃ好きな楽器なんですけどもともと僕なんかね角本さんっていう楽器屋さんもずっと と大学生のところからうん、うん、初めて買ったベースの時からそこにもうお世話になって、うん、東京に住んでるけどベースの修理,修理というかメンテナンスは絶対もうそこに持っていくんですよ、うん、絶大なる信頼を置いてるというか、うん、もう人生で、えーまあ、とてもお世話になった人三3人あげなさいと言われたら入るであろうと思うぐらい自分の、うんうん、だって行ったらめっちゃ長いもんなうっ長いね <laughs> <laughs> 大体12時ぐらいに行って4時ぐらいにとかになってあ喋しゃべってるだけやったなみたいな <laughs> 調整してへんやみたいな結構あるからやろうやろうっつってはよやろうみたいな <laughs> ぐらいね仕事の手を止めるうんけどもうすごいね、うん、いいお店でね、うんまあ、ほんで、うん、そ,そこも今はね今です、まあ、あのインターネットとかでコントロバーツ公募を門元でし調べてもらったら、はい、めちゃめちゃかっこいいホームページと、うん、めちゃめちゃかっこいいお店が出てくるんですけど、うん 最初はね、僕が出会った頃はマンションの一角のほんま普通の民家でやってたんです、うん、民家というのは、うん、マンションただの、うん、そうそうそうのほんま一室六畳六、うん、畳ないぐらいのとこに、うん、ベースがね一本か二本しかなかった俺が買いに行った時に<ー>、うん、今考えられへんもう今もうベース足の踏み間もないぐらい前の方の店二軒二台目ね とかなったけど、最初そんなんや、ねうん、でもともとそこに行った経緯は最初東京で探してたんですよ。うん、大阪に住みなが住んでる時ですよね。そうそう、大阪芸大の先生にそろそろベース。自分のあったらいい。上手くなると思うよって言われて、その線紹介して先生が紹介してくれて、うんうん、えと。まあその東京のベースショップとエえばみたいな。高崎さんっていうとことうん、うん、山本さんっていうところに行って。 でね、ベースがなかったんですよ自分の希望価格とちょうどいいやつが「も今ないわ」って高崎さんに言われて「けど君は関西の子やろ」と。でそれやったら京都に門本九君っていう僕の弟子う下積みしてた子が最近店始めたから行ってみいって言われて。 で、たまたまその時にちょうど自分の値段希望する値段とちょうどいいのがあったんですよ。なんかそれもさ、すごい,すごい運命やん。阪急、うん、電車みたいな色のね、うん、う覚えてるわ。うんうん、ミカエル・グラスっていうベースかな、最初は。へ<ー>うん、それを、あの、角本さんのとこで初めて買って。うんうん うん、そ,うそ,うそっから始まるんですけど僕の、うん、でねもう門本さんいわく、うん、僕はベースいいベースといいタイミングで出会う天才っていうかめちゃくちゃいい運を持ってると <laughs> 楽器運が最強クラスにいいとへ<ー>、うん、言われてるんですけど門本さんから。でも門本さんもいろんなさベーシストの人と会ってるわけやからさねのそ,そ,そんないっぱい会ってる人がそうやって言ってくれた感、ねうんうんまあ、そうすな 運はんまでまあでそのベースも何年か弾いて自分がこう、うん、ベーシストとして次のステップに行くっていうタイミングでまたなんかあたまたまこういうベースなんか入ったよみたいな、うん、でそこでそのベースに乗り換えて、うん、で東京に上京したての時にまたベースに乗り何か悩んでたの音にまた、うんうん、こんな深い音は出したいみたいな。で、その時はあの僕、 米キさんみたいな音が出したいみたいな。すごい憧れ、一番ハマってた時期に。で、米木さんの楽器をちょっと弾かしてもらったんですよ、その時に。じゃあなんかこう、自分はもうどの楽器でもどんな音出るって思い込んでたけど、米キさんの楽器弾いたら、自分の出したい音が出たんですよ、その時に。出たっていうか、その傾向はね、そう、あこれやっぱ楽器で違うんやと思って、そのことを門間さんにお悩み相談したら、 1>, 君1本だけちぎたくが思うような音が出る楽器があるわって言われてへえ<ー>そうそれがプレスコットですよああ<ー>そうほほでそうあのー、あれですプレスコットっていえばね、あのー、とてもアメリカでは有名な楽器なんですけど、うん、スコット・ラファローっていうビリエヴァンスねこの間紹介したそのビリエヴァンスのベーシストが使ってて有名になったうん、うん、まあまあけど前から有名なのかもしれんけどうん、うん、アメリカではとりあえず。うんうん 権威のある楽器がどっかの京都かどっかの桶が、うん、なんか楽器を大量にこう、うん、入れ替えたいっていうので多分奥深く眠ってたみたいなその楽器が。んでだから結構破格の値段で手に入れることができましてそうそうそそで、こからもう東京生活、まあ、去年までね、うん、プレスコットを弾いてもうめちゃくちゃその楽器もかっこいいから。うん もう一生絶対弾き続けるなと思ってたんですけど、うん、あの門本さんが、ね、僕が調整行って行く時にこうあのインスタグラムにねうん、うん、あの載ったら僕が弾いてる姿とか、うん、なんかそのプレスコット自体かなちょっと忘れたけど、うん、そしたらもう世界中からね「売ってくれ売ってくれ」と問い合わせが来まして、うん、で僕もなんとなくノリで「いいよ」って言ったんですよね。 まあいいよと言ったって前、ちょっとじゃあ話しましょうみたいな感じで、はいはい、でその時から、円安、ユーロ高、とかドル高になってたんで、めちゃくちゃこれはもうもうかると、投資みたいな感じで、当時僕は破格で買ってるからね、そう、それで。だから、買いよりも全然、そ,そうそう、あこれは売れるそう気配やったねそ。そう、門本さん、行くぞとはい、はい、思って。 家にあのその工房に行ってで工房にそのネプレスコット持って行って、はい、であのあこんにちはっつってで行ったらそこに今のベースがポロンって寝転んでたんですよ、うん、ニ,ュニューヨークから来たての時かなうん来たてでもうボロボロやったんですけど、まあうん、ボロボロっていうか調整前ね、うん、そうそうあの調整線だから変なブイーンっていう音と,とかしたりしてけど。うん 何っていうぐらいほんま感動した今までいろんなベース触ってきたけど、うん、明らかにこのベースは違う,うんこんなすごい音するベースあるんやと思ってうん、うん、でもう,これに乗り換えようと、うん、そういう時は決断ってめちゃ早いよないやけどもうそれはもうなんかねそんな音しても、うん、うんでそれを華道さんが全力で後押しする <laughs> うん、そう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 ,そう、うん、もう大丈夫僕が責任取るからみたいな感じで <laughs> そうそう我が家の子供で心配していただいてそうそう,、うん、<laughs> そうそうねこれで離婚するならもう僕が全部買い取るからみたいな感じでね <laughs> 言ってもらってるんですけどそのタイミングでねきっと出会ったが去年のだから夏ぐらいかな一昨年の夏かなちょっと忘れたけどでそうか、うん、去年乗り換えたらそうやな そうそうそう。であの夏からそう角本さんが回収っていうかね手入れしてもらって去年の2月3月からね納品納品っていうかねそうそうそういう形で納品したペースがこのイタリアンのペースです。今ねけどほんまにまあ分かれへんけど自分の。 出したい音の集大成みたいな執着液っていうか、うんうん、をやっぱこの感じますね、うん、でこのベースになってからやっぱりねなんか分からへんけどやっぱ共演者とか変わんねんな変わるっていうか、うん、こんな人と今まで共演できなかった人と、うん、やっぱ去年でもさベテランの人といっぱいできたよ、ねうん、やらせてもらったっていうかほんまに。 さんだってそうやし中本マリさんね板橋文夫さんとかさ絶対もっとね大口さんもそうやしえ誰やいやとにかくいつもお世話になってるすごい人もねたくさんいるんですけれどもそういう人をさらにもっと多くなったっていうかそれはやっぱあのベースが連れてきてくれたんちゃうかなって僕は 思ってるんですけどやっぱこうベースに毎回僕は成長させてもらってますね楽器にうんうんこれだけは言えるうんやっぱりまあいい楽器まあそれはいい楽器って人それぞれやからね何を持っていいっていうかってことなんでしょうけどいい楽器にそうやねやっぱイメージとか変わるもん音のイメージとか全てやっぱりうん ポンって弾いたらやっぱポンっるもんその音がなるほどねそうそうでその音を聞いたまあさっき言ったようにリュウ君カムラリュウさんとかえっとウジエヴのボディアンドソウルの方とかもやっぱそのパッてやっぱ思うと思うその自分だけ自分の実力だけじゃなくてその自分のエネルギーを完全に乗せ切ってくれる楽器やっぱうんそういうのうん自分の思いだけで やっぱりけど材料がなんていうのファストフードのマクドナルドのハンバーガーやったらやっぱこう分かれへんやん、うん、そこでやっぱこうちゃんとしたやっぱ素材っていうか音を出してくれる楽器があるっていうのはやっぱ自分の中でもめっちゃでかいそんなテクニカルなプレイヤーじゃないから余計なるほどねそうそうそうほんまに気に入ってますね気に入ってるっていうかそんな楽器ですね うんうん、とりあえずはまあじゃあこれで、まあ、一生は終えるんちゃうかなって今は思ってますけどよっぽど我が家にね災難が行わなか限りは <laughs> そうやねだからもうあのそうねもう切腹する覚悟だから <laughs>、うんね、ベーシストとしてあの楽器を、うんえー、なんていうの持つなんていうの持つ資格がないと思ったらもう即攻売るし売るっていうかうん、うん、他の人に言るっていうね そうそうそういう覚悟よもちろん、うん、その楽器に恥じないような活動をしていきたいなと思ってますねはい、うん、うんうん、はい、うん、うん、そんなあ弦弦はえっ、ー、と GG っていう、うん、あのドイツの人が作ってる弦を張ってます、うん、それもめっちゃいい音なんでまああのなんていうのかなほんまにいいんで <laughs> あの よかったら調べてみてください。GG、GUTSTRING とかで言ったら出てくるのかなもうそのネット見るのが一番早いから。オーダーメイドでね。そうそうそう。よかったら調べてみてください。素晴らしいゲームです。そんなセッティングでやってますんで。そうそう。やらせてもらってます。はい。 でも楽器運はいいのかもね運人に出会うもいいと思うね多分そういう意味では門本さんに出会ったとこもそうだしそうやねうんうんうんそうそうほんまにありがとうございます門本さんの話もねまだ全然別会でねしたいなしたいなそれをもう何ぼでもあるから全然したいうん いいんじゃないですか。うんうん。加藤さんもね聞いてくれてるじゃないですか。そう聞いて聞いてくれてもういつも。はい。ラインもしょっちゅうしてくるの。そうなんや。ラインも用意してるで。へえ。ね。大好きな人の。そうですね。ね。うん尊敬してますね。うんうんうん。まあそういう感じですね。気遣いは。うんなるほど。うんうん。 ねでもなんかそういうのねいいですね楽器ピアノないもんねまあないと言ったらないねいいピアノはまあねそうやけどそうやけど家にいいのがあったとしても持っていかれてそう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 ね常に自分の楽器を持っていくことはないからさその分すごくいい楽器にね出会う気もあるし

どういぐらいですかじゃあせやな今日はそんなもんかな今日めっちゃ喋ったんじゃんすいませんもうけどまたもう毎回言わせてくださいここまで聞いていただくからもしかしたらおらんかもしれんもうもう帰ってんねんもう家帰ってるわ家帰って風呂風呂入ってるわもう朝やってもおほんまやなこれ多分1時間超えてるでほんま多分そんな喋れるんや1時間ぐらいかなそうすいませんほんますいません調子乗った すいませんほんまにすいません伝えたいことがあんねはい何ですかいやこういうことやこういうことそうだからな熱くなってしまいますすいませんけど受けてもらえてくれてると思うここまで聞いてる人おらんと思うけど多分いつも見るんですよ視聴維持率とかも一応ね YouTube のデータが出るんで研究してねどういう話がこう伸びてるかとかねそう こ,こゼロってなったらやっぱショックやな。<laughs> まゼロは今んとこないけど。<laughs> うん。うん、ちょっと長すぎたな。うん、ごめん。すみません、視聴者の方も。あ <laughs> さんにも謝るし、視聴者の方にもちょっと一つ長すぎて、うん、すみませんと。はい、一言お詫びを申し上げません。何 <laughs> <laughs> どなん？いや簡単に謝ったかなと思って。いや、もうけど自分の情熱がね、やっぱ溢れてる証拠なんで。そういうことかな。いや、ほんま、長なってすいません。ほんま、それだけは。すいません。はい。今日はこの辺でしの辺でね。はい。また、あの、質問などございましたら、あのジャズドット端くれ、はい。アットマーク Gmail.com にね、送っていただいて。いや、なんかでも番組らしくなっちゃね。いや、待ってもそうこの番組のほん質問にただ一緒に答えるという。 ラジオの典型的なスタイル。で。ありがとうございます。好き勝手ね、喋らせていただいて。嬉しいです、本当に。何でも聞いてください。そうそう。で、あの、実際にもね、最近会ってるから。あ、そうやね。そう。こないだのライブもそう。来ていただいたんですよ。たくさん。それだけ言わて、ごめん、完全に忘れてたから。ありがとうございます。そう。これを聞いたりとか、そう。実際に、そう。 結構いらっしゃすごいことやんね。でどうやって見つけたんですかって聞いて「YouTube です」とか。すごいやん。俺らが目指してたもんやそうそうそう。ちょっとずつ形になってきてると思う。大阪とか東京とかねいろんな場所で活動していこうと思うからこの YouTube を通じて自分たちのことを知ってもらおうってね思ってるからほんまにこう実際に会えた瞬間やっぱ嬉しいね。ね。これ以上ない喜びですよ。ね。 ありがとうございますありがとうございます本当に、はいはい、最後の最後でねうん。届なかなか届かないタイミングで言っちゃいましたけどすいません <laughs> けどもうほんまに感謝します、うん、皆様本当にいつもありがとうございます今日はこの辺にしたいと思いますなかなか失礼しましたありがとうございます。失礼しますバイバイ